いるよ、今まで様々なクリーチャーと戦ってきたが、苦戦した敵はいなかったか？そうね、素早い敵とかは苦手だったわ。なるほどな、他には？消えたり幻影見せられたりとかかしら？そうか、もっとこう、何かないか？え？集団で攻めてこられるとか？なんかこう、なかなか倒れないなとか。タフな敵ってこと？近いな、あと少し。ボス敵？違うんだよなぁ。一体何なのよ、今日はどんな話をするの？ふぅ、ジルにはがっかりしたよ。今回は、攻撃が効かない？普通には倒せない不死身なクリーチャーを紹介していくぜ。なんなのよ、私悪くないでしょこれ。それじゃあ、ゆっくりしていってくれ。ちょっとクリス、待ちなさい。最初に紹介するのは、ビトレス・メンデスだ。随分と大きいわね。この大男はバイオ4、RE4 に登場し、レオンが最初に訪れた村の長になる。尊重のイメージが強いせいか、プレイヤーからは名前より尊重と呼ばれることが多いぞ。肩書きって大事だから仕方ないよ。私たちのクソ所長もよく所長って呼ばれているし。バイオ4では村から脱出する前のボスとして登場し、そこで撃破されて終了だったが、RE4 では出番が増えていて、村の関所を突破したレオンとアシュリーの前に登場する。アシュリーをさらおうと追跡してくるぞ。タイラントみたいな雰囲気だよね。PV の時は RE2 のタイラントのように、マップを徘徊しているんじゃないかって噂されていたのが懐かしいわ。他のストーカーたちとの違いは、アシュリーを追いかけ、さらうというところだ。アシュリーがさらわれると即ゲームオーバーになるから、何度もコンティニューしたプレイヤーも多いだろう。まだ殴られるだけの方がマシね。私の時はロケランを担いで追いかけてくるから。あいつはジルのことが好きすぎて異世界まで追いかけていったからな。話を戻すが、この時の村長を倒すことはできない。ダメージを与えても動きを止めるだけですぐに動き出す。だから逃げるしかないけど、村長以外にも大量の村人たちが待ち構えているぞ。アシュリーを守る、村長からは逃げる。両方やらなくっちゃならないってのがエージェントの辛いところね。村長から逃げ切った後は彼との対マンになるが、通常の銃火器で倒せるようになるぜ。コートが焼け落ちたのが敗因かしら。ちなみに、村長は RE4 のエイダ編にも追跡者として登場するぞ。この時はアシュリーがいないからエイダ一人で逃げるだけだし。あと、フックショットもあるからレオン編よりは楽になっているな。どっちみち村長は女性を追いかけているのね。偶然かもしれないけどそうだな。気のせいかしら？私を含めてストーカーポジのクリーチャーって、バイオ女子ばっか追いかけていない？か弱い女子ばっか狙って卑怯だわ。アシュリーはともかく、バイオの女たちはか弱いとは真逆の存在だろう。次に紹介するのはこの男、ジャック・ベイカーだ。ファミファンおじさんとしても有名な彼は、バイオセブンの舞台となったベイカー農場の主。主人公 E さんにお前も家族だと言いながら拳を一発入れ、家族として迎え入れるぜ。迎え入れ方が荒いのよ。E さんは隙を見て逃げ出し、ジャックとの愉快な追いかけっこが始まるんだ。家族には厳しい父親ね。ベイカー邸の駐車場でジャックとの戦闘シーン。鉄骨に衝突し、火がついた車の爆発に巻き込まれるが、それでもジャックは元気です。まるで昭和の漫画のキャラみたい。そして自分で銃口を口に当て、撃ち抜く。元気すぎよ。その後、何事もなかったように再び E さんの前に現れる。怖っ。追いかけてくるジャックにダメージを与えると倒れるが、しばらくすると起き上がって追いかけてくる。ああ、大事なテーブルが。死体保管所では再びジャックとの戦いだ。今度は熱いチェーンソーバトルを見れるぜ。まさか私たちプレイヤーがチェーンソーを武器にする時が来るとは思わなかったわ。最後は上半身が吹き飛んで終わるな。こうして見ると結構ジャックもしつこい敵枠だったよ。その後は人の姿をしていない大きなクリーチャーになって襲ってくるぞ。おいおい嘘だろマジかよ。最後は E さんに血清を打たれ、石化して崩れ去る。さすがにもう終わりよね。まあ、まだ終わりじゃないがな。え？石化して崩れたのに？E さんとの戦いはあれが最後だが、ダウンロードコンテンツのエンドオブゾイでスワンプマンというクリーチャーになって再登場するぜ。このダウンロードコンテンツはジャックの兄、ジョーを操作してゾイを救出する話だ。もしかして、兄弟喧嘩になる？その通り、激しい肉弾戦が繰り広げられるぞ。これ、バイオハザードだよね。殴るだけならまだしも、首を回転させたりパワーボムって。クリスがゴリラならジョーはキングコングだわ。ゴリラの座を明け渡せると思ったが、ゴリラのままか。まあ、その後はなんやかんやあってジャックとの決着がつく。ただ、このジャックは本編に出てきた人物とは別物の可能性がある。え？そうなの？神聖アンブレラの報告書によると、損傷を受けた際に切り離されたジャックの一部が、肉体を再構成し、行動原理を模倣した分離体の可能性があると考察しているんだ。ジャックの一部がジャックになったかもしれないのか。しかし、その分離体と思われるジャックも、ゾイに対しては決して危害を加えず、ベイカー邸に連れて帰ろうとしていた。家族への思いは形が変われど永遠なのね。次は、ラスラパンネだ。
随分と気持ち悪いやつが出てきたわね。ラスラパンネはバイオシックスに出てきたクリーチャー、一部の人にはトラウマになっているな。普段は人のような姿をしているが、攻撃すると上半身下半身、腕が分離して襲ってくるし、再び結合することも可能だ。ますます気持ち悪くなったわ。ダメージを与え続けると色が白っぽくなり、動きは止まるがしばらくするとまた動き出す。真っ白に燃え尽きたわけじゃないんだ。腕だけなら電子レンジでチンしたり大鍋で茹でたり、ミンチにしたり魔教のトイレ流しの刑に処すと、さすがにそれ以上は復活しないがな。意外に多彩ね。だが、上半身と下半身はいくら行動不能にしても復活して襲いかかってくる厄介なクリーチャーだ。こいつってボス級の敵じゃなくて雑魚敵枠でしょ？一体どうやったら倒せるの？一応ラスラパンネを倒せるところはあるにはあるんだが、あ、ちゃんとあるんだ。ダメじゃん。異物混入ひき肉の出来上がりだ。というのは冗談で、溶岩に浸らせるとさすがに倒せるな。やつことウエスカーは溶岩に落っこちてもうめき声を上げる程度だったけど、ラスラパンネは耐えられなかったのね。一応先輩なんだし見習わないと。むしゃ言うなよ。情けないやつなんだが、あんなんでもすごいやつなんだぞ。あなたの口からやつを擁護するセリフが聞けるとは思わなかったわ。俺もびっくりだよ。次に紹介するのは、Jレディだ。Jレディとはバイオハザードガンサバイバー4に出てきた。モーフィアスという元アンブレラ所属の研究者がウイルスの力によって変身した姿になる。元なのね。モーフィアスが管理していた施設で事故が起きてしまい、さらに、ラクーンシティでの事件について責任も問われ更迭されてしまうんだ。それはかわいそうに。そういう経緯もあってアンブレラへの復讐心を持ち、ラクーンシティ壊滅から4年後の2002年9月、パリ支部から T ウイルスを盗み出して、数日後にアンブレラの豪華客船、スペンサーレイン号にてバイオハザードを起こしてしまう。あら、クイーンゼノビア以外の豪華客船でもバイオハザードが起こってたんだ。Tウイルス奪取事件と C ジャックがモーフィアスの犯行とわかり、対アンブレラ追撃調査チームの工作員、ブルースが派遣されることになる。だが、ゲーム開始時ブルースはモーフィアスに銃を突きつけられ射殺されそうになる。え？ダメじゃん。そこに中国安全部所属の工作員、ボンリンが手榴弾を投げて助けてくれるんだ。随分と過激な救出方法ね。二人とも始末しようとしたんじゃないの？その可能性もあるな。ボンリンのおかげでブルースは難を逃れたが、モーフィアスは手榴弾で大怪我を負ってしまうんだ。ナイス、これで事件解決。とはいかないんだな。知ってた。モーフィアスはその後自分に T プラス G ウイルスを投与してしまう。男ってみんな自分にウイルスを打ちたがるわよね。それでその T プラス G ウイルスって何？その名の通り、T ウイルスと G ウイルスを掛け合わせたものだ。そんなウイルスが存在していたなんて。モーフィアスはそのまま女性の体つきのクリーチャー、Jレディになってしまう。うん？女性？あれ？モーフィアスって男じゃなかったっけ？そうなんだ。なんでこうなったかは正直わからん。最近流行りの女体化に20年前から着目していたなんて、カプコンさんは未来に生きているわね。そんなややこしい経緯があって誕生したJレディ最大の特徴は、電気的特性だ。モーフィアスが投与したウイルスには、電磁的なバリアを形成し、物理的な攻撃を弾き返すことが可能になると推測されていた。今までのバイオに電撃キャラっていたっけ？いたとしても希少種だろうな。ちなみにTレディは体内から電撃を発生させ、弾丸を完全防御する電磁バリアを張ることができる。それって普通の武器では倒せないってこと？こいつもマグマに落っことして倒すのかしら？そんな都合よく溶岩地帯で戦うことなんて少ないぞ。まあ通常兵器じゃ倒せないから。都合よく置いてあった家電粒子ライフルを使って戦うことになる。いや、毎度ながら準備がいいわね。この武器を使うと高速で粒子をぶつけて分子レベルでの破壊を誘発するため、放電による障害なども貫通し、相手に損壊を与えることが可能だ。つまりTレディの電磁バリアを貫通すると？エサクタ、家電粒子ライフルを使うことによって、ブルースはTレディを撃退することになるぜ。なんで急にスペインを？モーフィアスはその後、暴走を起こし巨大化してしまう。G が入っているせいか、なんとなく似ている？そしてブルースとの戦いでさらに巨大化を繰り返し、アメリカや中国に撃ち込む予定だったミサイルの爆発で研究所ごと吹き飛んじまうぜ。こんなキャラがいたなんて知らなかったわ。次に紹介するのは、オルチーナ・ドミトレスクだ。出たわね、ドミト姉さん。ドミトレスクはバイオハザードビレッジに登場するクリーチャー。ビレッジの舞台となる村を支配していたマザー・ミランダに仕える4貴族の一人で、ドミトレスク城の主として君臨し、3人の娘たちと暮らしていたな。お城に住んでいて、見た目も貴族って感じね。彼女はマザー・ミランダが行ったカブーの実験により、肉体が44歳の時点で停止しているぞ。永遠の44歳、羨ましいわ。ジル。
君もウイルスの影響で老化を抑えているじゃないか。まあ、今のところ映画の設定だけどね。それからドミトレスクの巨体も、カブーの実験により代謝が向上したことが原因だ。確かに大きいわね。どれくらいタッパはあるの？帽子とヒール込みで約290センチ。でか。いくらフローでもそこまでの身長はいらないかな。さっき代謝機能が向上していると話したけど覚えているか？実は代謝向上に伴い、巨大化だけでなく、驚異的な再生能力も備わっているんだ。つまり、どんなに攻撃しても倒せない存在としてイーサンを追いかけ回すぞ。いつもの、タイラントなどは完全に倒すことはできなくとも、ダウンを取るといった行動不能にはできた。しかし、ドミトレスクはどれだけ攻撃しても動きを止めることはないんだ。なんですって？イーサンが攻撃しても誇りを振り払うようなリアクションだけで、完全な無敵状態ってことだ。じゃあ逃げ続けるしかないってこと？そうだな、ドミトレスク以外にも三姉妹のうちの一人が襲ってくることもあるぜ。それは絶望的状況ね。娘たちも通常攻撃では倒せないの？ああ、娘たちは虫の集合体だから攻撃で数匹倒せても焼け石に水で、実質不死身と言っていいだろう。そんな不死身一家、どうしようもないじゃない。ところが、三姉妹は寒さに弱かったんだ。イーサンは窓や壁を壊したりして外の冷気を建物に流し込み、全身の筋肉を硬直させて倒していたぜ。じゃあドミト姉さんも。残念、ドミトレスクは外も平気で歩ける。なんだ、がっかりね。そんなドミトレスクにもついに引導を渡せる時がやってくる。刀身に古今東西のあらゆる毒が盛られている短剣でドミトレスクを刺して、彼女の代謝バランスを崩し、細胞分裂を制御できなくしたんだ。なんでそんな短剣が配置されているのかしら？ナイフで刺されたドミトレスクは肉体が暴走し、巨大なドラゴンみたいな変異体へと姿を変える。イーサンとの激闘の末に敗れて、最後に道連れで塔から落下するが、イーサンはドミトレスクがクッションになったのか助かり、ドミトレスクだけが倒れることになる。因果応報かな。次は、タイラントだな。バイオ2、RE2 に登場したタイラントを紹介するぞ。私たちが戦ったタイラントと比べると、コートを着ててより人間らしいわ。こいつは俺たちが戦ったタイプのタイラントの戦闘データを元に改良されたものだ。小型化に成功し、鋭い爪もない見た目だから人間社会に潜入することもできるな。結構でかいからきついと思うけどね。特徴的なモスグリーンのコートは人間への偽装、銃弾を防ぐことも兼ねている。加えて、生命の危機が迫ると暴走してスーパー化を防ぐリミッターの目的もあった。ただのオシャレアイテムではないのか。まあ、RE2 に登場したミスター X の帽子はオシャレアイテムだと思うけど、実はあれも防弾しよう？いや、簡単に撃ち落とせるし、ハゲ隠しじゃないか。そしてあまり知られていないが、このタイプのタイラントは、新陳代謝機能が向上していて、優れた回復能力を持っているんだ。だから、一度行動不能にしても何度も立ち上がって追いかけてくるのね。バイオ2では技術的な問題もあったせいか、何度か戦う程度だった。だが、RE2 ではマップを徘徊するようになって、より厄介な存在になっていたよな。RE2 を遊んだことがある人だったら大変さがわかると思うわ。そして生命の危機に瀕すると、スーパー化して凶暴化する機能付きだ。RE2 に登場したタイプは終盤でリミッターだったコートがなくなったことも重なって、主にレオンに対しての強敵として立ち塞がっていた。そしてロケランでしめやかに爆発資産と、タイラントとロケランはある意味でセットだから。ラスボス御用達武器だからか、バイオプレイヤーのロケランに対する信頼って半端ないよね。それだけ多くのものを積み上げてきたからな。次は、ネメシスだ。出たわね、ストーカー野郎。ネメシスはバイオ3、RE3 に登場したクリーチャーになる。NEα という寄生生物を埋め込んだことにより知能も向上され、特定の人物を追い続けるといった複雑な任務を遂行できるようになったタイラントだ。さらに、外部からの完全な制御が可能になった点が厄介だったわ。バイオ3の頃からエリアをまたいでジルのことを追いかけ回していたが、RE3 でもその動きは健在だったな。ほんといい迷惑よ。実はネメシスがタフな理由はちゃんとあって、寄生生物のネメシスが分泌する細胞不活成分が原因だ。簡単に言うと、細胞不活成分とは細胞の増殖が活発になることだと思えばいい。つまり、自己再生能力が高いってことか。道理であいつはしつこく追いかけてきたのね。だが、無茶な再生は異様化を招く結果となった。特に RE3 がヤバかったわよ。野獣化したあいつの姿を初めて見た人のほとんどは驚いたでしょうね。産業廃棄物を処理する妖怪液漬けにされても鬼の執念で復活したネメシスだったが、さすがのネメシスでも次世代兵器のレールガンには耐えられなかったようだな。私の迫力あるシーンにはメロメロになったファンも多いでしょうね。ゴリラ疑惑が深まっただけでは？
次に紹介するのは期待のニュービー、マルティニコだ。最新作 RE4 のダウンロードコンテンツ、セパレートウェイズに脈絡もなく現れた謎大きクリーチャーになるぞ。ほとんどの人が新キャラが登場すると思っていなかったからびっくりしたよ。そんなマルティニコだが、もともとは脆弱で制御不能な実験体だった。ところが、アンバーの効果によって驚異的な回復能力を獲得し、通常兵器では殺傷不可能となった。また厄介なものを生み出したわね。だが、知能は低いままだったため、研究者が多数襲われている。バイオあるある、実験体の暴走。そしてエイダの前に姿を現したという経緯があった。しかも通常火力では全くひるむことなく歩いてくるし、捕まると即死だ。口も大きいわ。つぶらな瞳といい、RE3 のハンターガンマを思い出すよ。可愛いわね。ジルの可愛いセンスはよくわからん。さすがのエイダも逃げることしかできなかったが、高出力レーザーを利用することになるぜ。リストラされたと思っていたけど、まさかエイダ編に持ってくるとは思わなかったよ。リメイクならではの粋な演出だわ。常人だったらなすすべもなく切り刻まれること必死なレーザー軍も、エイダの手にかかればお茶の子さいさいだったな。エイダの代名詞、フックショットを使って華麗に脱出。そして、マルティニコのサイコロステーキの出来上がりだ。最後はレーザー軍が網目状に変化しているから撮影マシマシだよね。過去に私たちが遭遇したレーザートラップが忖度されていたかがよくわかるわ。俺の華麗な爆中も見てくれよな。でも、このシーン、クリスがこんなに機敏に動けるのは解釈違いってよく聞くわよ。俺の顔をよく見ろ、まだ細身の時期だろ。あ、自分がパワー系って自覚はあるんだ。次に紹介するのは、リーチマンだ。リーチマン、そんなクリーチャーいたかしら？おいおいジル、もう忘れたのか。2ヶ月ぐらい前にもこいつについて紹介したばっかりだろ。確かアウトブレイクに出てくるクリーチャーだっけ？そうだが、その前にリーチマンをはじめとしたしつこい敵については、この動画で紹介しているぞ。今紹介しているのとは違う意味で何度も戦うことになる敵について解説しているから、よかったら見てくれ。そんなこといいから早くリーチマンについて教えてよ。結構大事なことなんだが、マジルじゃわからないか、このレベルの話は。リーチマンとは人間の死体にウイルスの影響で巨大化したヒルが集まったクリーチャーだ。意外にもそのまんまなネーミングなんだね。でも所詮ゾンビみたいなもんでしょ？私のホットドッガーで焼き払ってくれるわ。そんな都合よく隠し武器が置いてあるわけないだろ。それにこいつを倒すことはできないぞ。え？ガチで不死身？今までは大人の都合で最後まで生かされていた。ある意味で被害者みたいなエセ不死身と違って？メタイぞジル、落ち着け。よく考えてみろジル。ただでさえ T ウイルスで強化されている上に、何千何万という数のヒルだ。少しのヒルを倒すことはできても、全滅させるのは普通の重火器じゃ難しいだろ。それもそうね。じゃあこいつはスルーするしかないの？いや、医者のポケットにカードキーがあるから、頑張って倒すしかないぞ。倒せるのか倒せないのかどっちなのよ。お物は消毒する、この手に限る。というわけで市民病院の地下にある低温実験室で上手に焼けましただ。こんがりしていても食べたらお腹を下してスタミナがなくなりそうね。何はともあれキーアイテムゲット、よし、脱出。とでも思っていたのか？よう？さっきも話したが、リーチマンは昼の集合体。NPC が死亡してしまったら新しいリーチマンの出来上がりさ。ひえー、どうすればいいの？あ、もう一度焼き払えばいいのよ。残念ながら実験室はもう使えない。じゃあもう倒すことはできないの？冴えているなジル、その通りだ。何それ、もっと最悪なんですけど。なんであなたはそんなに冷静なのよ。こんなキモい見た目のクリーチャーなのに。まあ俺は11年後に全身うねうねしているやつと戦うことになるし、もう慣れたよ。あ、残すところあと3体か。次は G について紹介していこう。あ、1匹見かけたら30匹はいると思えって言われているし、ある意味で不死身だよね。いや、その G じゃねえ。じゃあ、ジョージ？いつからバイオの舞台は火星になったんだよ。あなた知らないの？地球にもあいつらは潜伏しているよ。そういうことを言いたいんじゃない。俺が言いたいのは G 生物だ。あ、バイオ2に出てきた奴らね。G 生物とは G ウイルスに感染した生物の慣れの果て。有名なのはウイルスの開発者であるバーキンが変異した G 生物だよ。もう増やすといい。男ってウイルスを自分に投与するのが好きね。そういえば奴も自らウイルスを投与していたな。アンブレラ社の社訓かもしれない。さすがにヤバすぎるわ。G ウイルスの特徴は遺伝子に影響を及ぼし、宿主は自然変異を無限に繰り返し、果てしない進化を続けていくことだ。じゃあ、G ウイルスを投与したバーキンは、自我を失ったバーキンは無限に進化する不死身のクリーチャーとなってしまった。ゲームの使用上撃退することはできても、何度も変異を繰り返して再戦していくことになるぞ。今まで紹介してきたクリーチャーたちは変異することはあっても奥の手って感じなのに、G は何度も変異して襲いかかってくるから違う意味で厄介ね。最終的に第5形態まで進化し、列車を丸飲みするほどの大きさになったな。ちなみに RE2 の攻略本によると、俺の妹が死闘の末撃退した第4形態と、
セカンドシナリオで戦う真のラスボス、第5形態は体力の表記がハテナとなっていて、いかに未知数な存在であるかが伺えるな。ロケランを使わないと倒せないスーパータイラントもハテナ系だね。バイオハザードモンスターズ3というゲームが仮にあったら、G4、G5、スーパータイラントのパーティーは強そうだ。絶対配合ルートが面倒なやつよそれ。G5 は最終的にネストの自爆装置と列車自体の爆発に巻き込まれて生き絶えたことになっているけど、この爆発でも生き残って G 第6形態に進化していたらとんでもないことになっていたよな。あの爆発で死ななかったら滅菌作戦の戦略ミサイルにも耐えてきそうだし、仮に耐えて第7形態に進化していたら、それこそお手上げよ。安定を望むシモンズブチギレ案件だっただろう。次は悲しきクレアの騎士、モンスター化したスティーブを紹介しよう。確かコードベロニカだっけ？ああ、スティーブはクレアと同じようにロックフォート島に収監されていた青年だ。奴が島を襲撃した際に生じた混乱を利用して脱獄。その後はクレアと出会って、共に脱出に向けて協力していくことになる。お調子者なイメージがあるけど、根はいい奴なのよね。収監された理由が家族の裏切りだったから、当初は人間不信に陥って荒れていたが、クレアと交流していくうちに心を開いていき、好意を抱くようになるんだ。バイオにしては珍しく甘酸っぱい雰囲気だわ。舞台が南極基地に移ると、スティーブは捕まってしまい、G ベロニカを投与されてクレアの目の前で怪物化してしまう。これにはクレアもショックが大きかったでしょうね。このモンスター化したスティーブだが、実は倒すことができない。攻略本を見てみると体力が驚きの無限だ。そりゃあ倒せないわけだ。逃げるしかないわけだが、逃げたら逃げたでアレクシアが操る触手に捕まってしまう。まさに絶体絶命の大ピンチ、クレアはどうやって切り抜けたのかしら？そこはクレアの騎士スティーブだ。暴走して自我がないと思われていたが、クレアにとどめを刺そうとしたギリギリで目覚めた。自我を取り戻した後は衝動に抗いながら触手を斧で切断してクレアを解放。だけど、アレクシアの怒りを買ってしまい、致命の一撃を受けてしまうことになる。体力無限でしょ、なんとか耐えなさい。無茶言うな。以後は伝えられなかった思いを届けて、クレアのぬくもりに包まれていくことになる。これは泣いてしまうわ。その後はウイルスのサンプルが欲しかった奴にお持ち帰りされることになるがな。ちょっとグラさん、そっとしといてあげてよ。あら、そういえば RE4 のエイダ編でも奴はクラウザーを回収していたわよね。そうだな、その時もアンバーの回収に失敗した時の保険みたいな感じだったよ。コードベロニカと RE4 の2作品で奴の行動は似ているのね。このままベロニカはなかったことにされるのかな？どうだろ？でも T ベロニカがないと C ウイルスが開発されなくなるし、本編の歴史が変わってしまうから、何らかの形で RE ベロニカされると思うけどなぁ。続報が待ち遠しいわね。最も不死身なクリーチャーは、リサとレバーになる。やっぱり彼女はランクインしているよね。彼女は初代バイオハザードのリメイク版に登場した。スペンサーの実験によって思想ウイルスを改良した試作品を投与されてしまった悲劇の人物だ。父親も母親もおじいちゃんに中殺されてしまうし、彼女が一体何をしたのよってレベルだわ。この時の実験でリサは不死身化し、以降はどんな実験を施しても死ななかったみたいだな。このことは奴が残した式から読み取ることができるね。なお、実験が開始されたのは1967年で、当時彼女は14歳だった。え？じゃあ私たちが出会った時は45歳？バリーや奴より年上じゃない。俺たちと同じスターズのケネスや、ジルが出会った UBCS のミハイルと同じ年だな。マジで？デジマ。マジ？って言わないわよ。まったく、こんな死後がわかる人いるのかしら？このチャンネル、30代の男が多いから意外にわかる奴は多いと思うぞ。とにかくリサの不死身性はゲーム内でも色濃く反映されていて、攻撃して体力をゼロにしても、約11秒後には復活する仕様だ。ああ、モンスターかスティーブのように無限じゃないんだ。私はてっきりリサも無限なのかと思っていたわ。ジルのように勘違いしている人は多いだろうな。最終的に彼女は石棺内にあった母親の骨を抱えて奈落に飛び込んでいった。この時リサが何を思っていたのかはわからない。だが、30年間探し続けた母親とようやく会えたんだ。察するにあまりある。悲しいね。クリス。ああ、リサはバイオハザード史上に残るトラウマ級に辛い家族の物語だ。崖から飛び降りた後、天国でお母さんに会えているといいわね。あ、まだ生きてるぞ。嘘でしょあなた。でも、私はあの後遭遇していないけど、あなたが会っていたの？リサと最後に対峙したのは、奴だ。奴もリサに会っていたの？細かい話をすると、奴は主任研究員時代にバーキンと一緒にリサのことを目撃している。もっとも、アークレイ研究所に来た時はリサの存在が最高機密だったから、名前すら知らなかったがな。意外な接点ね。ゲーム的にはアンブレラクロニクルズでの奴のシナリオ。転生で洋館から脱出しようとした際にリサと出会うんだ。最終的にリサは奴が撃ち落としたシャンデリアの下敷きになって動けなくなり、そのまま館の爆発の中に消えていった。その後、彼女の姿を見た者はいない。これで本当に終わっているといいわね。
ああ、本当にそう願うぜ。異常が普通には倒せない不死身なクリーチャーたちだ。不死身の敵というのは厄介だけど、背景には様々なドラマがあるのね。ああ、それだけに苦労させられるが、いまいち憎めない敵もいるんだよな。そこもバイオハザードの魅力の一つだわ。というわけでこの茶、あ、ちょっと待って。うん？どうしたジル？私たちが出ているバイオ5のクリーチャーがいないわね。ああ、そうだな。もしかすると今後出るかもしれない、RE5 で何かあるかもしれないが。何かって？5位で紹介したマルテニコ。こいつはアンバーの力によって不死身の肉体を得たという話はしたな。うん、実は RE4 のクラウザーはアンバーで強化されていたんだ。なんですって？だからウェスカーはアンバーを実質手に入れたことになっている。ということは、そうだ。もしも RE5 があったら私に投与される？そうきたか。ジルが不老不死になってしまうかはわからないが、マルテニコみたいな不死軍団を作る可能性はあるな。そうなったらクリス、ピンチじゃない。不死身の私がボコボコにしてあげるわよ。不死身じゃなくてもお前にはボコられたけど。というわけでこのチャンネルでは、俺とジルの二人でバイオハザードの魅力的な情報を発信している。チャンネル登録するかはお任せするけど、よかったら私たちの動画をもう一本見てもらえると嬉しいわ。それでは最後までご視聴いただき、ありがとうございました。次の動画でまたお会いしましょう。またねー。おまけ。ここまで見てくれた人に特別に紹介しよう。この赤さんのことをな。ビレッジに登場していたクリーチャーだっけ？E さんが幻のベネディエント邸で出会った最強トラウマ製造機。バイオ村は怖くないと油断していたプレイヤーを恐怖のどん底に陥れたクリーチャーだ。生まれたてかしら？なんかあたりが用水っぽく濡れているし、廊下にあるのはへその緒？おそらくそういう何かだろう。ベビーは実際にはいない幻の存在だから、詳しいことはあまりわかっていない。幻覚ってことは相手の攻撃も当たらない？いや、ベビーに触れると丸飲みにされて即死だ。何でも口に入れるなんて、まるで赤ちゃんみたいね。じゃないでしょ、なんで飲み込まれるのよ。RE4 のペサンタ君も幻が攻撃していたしな。質量を持った残像ってこと？赤ちゃんに攻撃したくないけど、しょうがないわね。銃をよこしなさい。この時はドナに武器を取り上げられていて、そもそも攻撃ができないぞ。ああ、もう最悪。じゃあ逃げるしかないじゃない。おい、モイラの口癖が映っているぞ。結局ベビーはどうするの？どうもしないな、逃げるだけだ。あら、全く何もできないってのも珍しいわね。幻覚だしなぁ。もっとも、E さんには俺直伝の体術を仕込んでいるから。ベビーの横をすり抜けて移動する程度は容易だ。行け、そこだ、E さん。まう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 されているわよ。なぜだ？最悪だ。あなた、バリーの口癖が映っているわよ。人のこと言えないわね。